山田です。はい、本日の朝8時からラティアス&ラティオス、このね2種類の伝説のポケモンが復刻と、なっております。ということですね、ちょっとこちらの待機をしていたんですが、実はですね今日5時ぐらい前ですね、僕はね起きちゃっててね、でまあ普通に一回仮眠取りまして、で朝8時、まあ8時ちょうどぐらいにですね一回目覚ましをかけましてね、で起きたんですよ。今現在9時、おらんのよラティが。レッシュラムがボボーンと出ちゃいましてね。ああ、そうか、と思って。さあ、この割れる黒卵が、ラティのどちらかだと嬉しいな。どうだ？おお、来た！あ、しょ、OKOKOK。はい。ということで、ラティアス来ましたので、こいつに、レイド、バーン！とりあえず入ることができました。なんですが、9時ということで、まあ、2人ですね。はい。まあ、なんとかね、人数がちょっと増えてきました。5名になったのでね。まあ、これだったら一応クリアできると思うんですけども、朝8時台に出るやつ、ありがたい面と、この時間かって思う、僕、両方思うことがあって、8時ってね、落ち着いちゃってるっていうね、地域、落ち着いちゃったなっていうタイミングになりやすいんだよね。うん、多分ね、ちょっとプレイしてるね、方とかだとね、ある程度の、わかると思うんですけど、レイド待機みたいなね、朝やってることが、やったことがある方だと結構わかると思うんですけど、6時台と8時台だと結構違うんだよね。うん。まあだからなんか8時台ね、ちょっとその時間に実装する場合は、そのタイミングで黒玉を多めとかにね、もちょっと多くてもいいんじゃないかなとかね、思っちゃったりもする。最終的に6名だったんだね。まあ、だったら、なんとかなるかな。ラティオスとラティアスだと、ラティアスの方が耐久が高いんですよね。すごい。僕の反対側のトレーナーさん、なんか、サーナイトとかグランブルとか出してますね。はい、フェアリー系で固めてるみたいですね。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って、どうした？ラティどうした？ああ、よかった、どうした？すっげえ、もう HP ゲージ削り切ったのに全然動かなかった。びっくりしちゃった、今、お前。はい、ラティアス、1492か。1492ね。はい、OK です。で、ちょっと個人的に気になるのは、今回ラティ兄弟の距離なんだよね。昔はちょっとね、リング小さくてしんどかったんだけども、そのままなのか修正されてるのか。ちょっと見ていこうか。はい。よっこいしょー。あ、遠いかなー。結局遠いかなー。だよね、これね。うん、マジ。まあ、頑張るっきゃないんだけどね。1492ね。はい。1492だと多分そんなには強くないやつですね。で、色違いでもないので、まあ、ちょっと久しぶりの投球練習と思ってやっていきましょう。一角来い。これ、上と下でね、なんか思い出したな。上でも下でもエクセレント入れられるようになりたいなーっていう感じで昔は練習してたけど、あー、やっぱちょっとね、前回とね、期間が空いてるんでね、そううまくね、当たらないね。よし、いいぞ。上と下で投げ分けできるようにちょっと今回も練習入っちゃったい。エクセレントじゃないのに入っちゃったい。ポケゴーのレイドあるあるですね。エクセレントじゃないけど、そっちの方が入りがち。はい、ということで、ゴブサタちゃんのラティアスゲットだぜ。はい。いらっしゃいませ、ラティアスさんね。はい、どんな低いねー。かわいいねー。さあ、2個目の黒卵がですね、割れるのを今待っているところでございます。いやー、ちょっとジレンマだよね。今回来たラティアスとラティオス、もちろんね、色違いを持ってないって人からすると、何回もね、バトルしたいと思うんですよ。なんですけども、まあ、シンプルなドラゴンとしての性能ね、まあ、僕、攻略対策動画の方でもお話ししたんですけども、ぶっちゃけ、他にも今、いろんな伝説がもうすでに実装されちゃってるので、そいつらの方がね、ドラゴンとしても他の技を使うやつとしてもね、強かったりしちゃうので、ラティアスラティオスじゃなくてもいいという人も多いんじゃないかなとか思っているんだよね。誰だ。おお、すごいな。うん、ここに来てラティアスラティオスって言ってちゃんと別種の方が出てきてくれるっていうね、うん、動画としてはとてもありがたい。
お、今回もちょっと表示はね、ID 表示されてませんけど、5名の方がいらっしゃるので、まあ、問題なく攻略はできると思います。はい。でね、僕、ラティアス、ラティオス、両方とも、今はもうレシラムとのバトルでですね、使ってるパーティーをそのまま、ぶち込んでます。まあ、正直、ドラゴンタイプの技、まあ、コンボ DPS の差はあれど、みんな優秀だし、みんな結構ダメージでかいので、もう普通、何も変えず、レシラム、ラティアス、ラティオス、合同パとして、はい、ちょっとね、起用しております。はい。さっきのラティアスの時と、まあ、参加人数は同じぐらいなんだけども、ドラクロかー。早い。さっきもさ、激凛だったんだよ。さっきのね、ラティアスが、なんでさ、そんなさ、ドラゴンで初日ちょっとひるませてくるん、俺のことを。はい、きっちりドラゴンタイプの弱点つきますけど、何かみたいな。そんなね、ラティアスもラティオスも揃って、そんな、ちゃんと弱点つかなくてもええやで。エスパーとか打ってくりゃいいじゃん。いや、いいけど別に何でも。はい。で、ラティオスの方がやっぱりちょっと削りが早いかな。まあ、周りの方のね、使っているポケモンの差もあると思いますけど、ラティオスの方がね、種族値的にはね、耐久がやっぱ低いっていうのはね、あるから、攻略までの時間も、まあ、普通に短くなるのでしょう。よし。さあ、撃破したでしょう。ラティオスさん。はい。さあ、CEP はおいくつですか ?2164。え、ちょっと高くない ?2164 普通に高いよね。色は違わない。なるほどね。OK。2164? なあ、ちょっと待ってよ。ゲッチャレまで来ちゃうとな、毎回もうゲッチャレ前に確認すりゃいいのにな、俺もね。うん。まあ、いいや、とりあえず、強そう。強そうです。とりあえず投げていきましょう。ラティオスさんも、距離は多分ラティアスとあんま変わらないのかな。でも、なんかパッと見の印象さ、ラティオスの方が近いように見えるよね。どうだったっけね。まあ、普通に投げていこっか。よいしょー。あ、うまい、エクセレント。え、やっぱ近くない?ラティアスよりラティオスの方がなんか俺取りやすい気がするんだけど、これ。え、近いぞ。この辺。あー、ちょっと、あれだな。弱すぎたな。1揺れ、2揺れ、3位かなーい。この辺。いや、ダメダメダメ。優しすぎ。はい。こんなもん。あー。なんか、ちょっと掴みづらいなー。こんな感じだったっけ。よ、入ったよ。もうほら、さっきもそうでしょ?エクセレントじゃない時の方が入る説。やっぱあると思うんだよね、これ。いや、俺昔から思うよ、それ。うん、強っ。防御が12か。ってことは、いくつだっけ?もう攻略のやつ、ちょっともう一回見てこよう。はいはいはい。2178で、ブーストじゃ2723ね。はい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 。2178ね。お、そりゃ強えわ。さあ、3つ目の黒卵でございます。この中身は、ラティ兄弟一体どっちなのか、レシラムが出てきた場合は、取れ高的には微妙なんだけれども、個人的にはまだレシラム100、おい割れてないんかいお前。あ、で割れたよ、なんだよ。ちょ、おー、いい、わからんやん。一回出ます。あー、なるほどね、ラティオスね。オッケー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 。人いるね。はい。いやー、これ複雑だなー。ラティどっちも欲しいとはいえ、レシラムの100がまだ引けてないのよ。まあ、動画でね、出してないってことはそういうことだと思ってくださいよ。いや、これね、難しいんだよね。同時にいくつも伝説レイドが来ているとき、まあ、だから一つの黒卵からね、何種類もね、ポケモンが出てくる可能性があるときっていうのは、お目当てのやつが出てこないっていう、そういう悩みがやっぱ出てくるわけですよね。次いつ来るかわかんないからね。俺年内はね、レシラム、あと今後来るゼクロムとかね、年内は来ないと思ってる。うん。だからこそね、この期間中に本当はね、100欲しいので、黒玉がラティの2匹に座れるのは、みたいな。まあでも、とか言いつつ色地欲しいからやる私、ジレンマ。はい、オッケー。サクッと撃破しました。ラティオスさん。君の CP いくつですか?見してください。2130。あー、さっきよりちょっと下がっちゃいましたね。そうか。まあでも、ここでね、色違いとかだったら出ないんだよね。
さあ、黒玉大器、まあ、4つ目ですかね。レッシーラムが、今んところは出てないんですが、果たしてどうなりますかね。さあ、君は一体どの伝説なんだい？よかしょー！ラティー！はい。ラティー、アスの方か。オッケーオッケー。まあ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 。やっていきましょう。よし。結果的に10名の方がですね、集まってくれた。よかった。ただこれ初日の午前だからね、集まるんだと思うな。ラティに関しては、ちょっとここ最近のレイドの中では、あの復刻レイド系の中では、どうなんだろうな。ちょっと人集まりにくい方になる気がしちゃうかな、ぶっちゃけ。オッケー、倒しました。ラティアス撃破。CP いくつでございますか ?194 は低いね。残念。はい、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 はい。まあでも色違いだったら嬉しいな。できれば初日に色違い一体ぐらい出したいなと。どうだまあまあまあ、そううまくいきませんね。はい。でさ、やっぱラティアスの方が遠いよね。さっきね、ラティオス2連戦。やったけども、ラティアスに比べると、やっぱり距離が近く感じた。よいしょ、あ、ちょっと。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だった。ラティアスは、リングも小さいけど、遠いとかじゃなくて、その微妙に近いから、小さいけど、あ、そう。間違えた。小さいけど近いっていうので、距離が取りにくいっていう感じの方は多そうだな、やっぱり。よいしょ、あー、ちょっと強い。あ、欲しい。僕的には、近い、より近い、いや待って、本当に今日エクセレント以外で入るね。なんなん？どうしたの今日。いくらなんでも露骨すぎない？設定ミスってるよね、絶対これ。ちょっとですね、まあ、ラティアスとラティオス、それぞれのですね、まあ、距離が微妙に違うというところで、個人的にはですね、まあ、取りやすいのはラティオスの方なのかな、というふうに思いました。ラティオスの方が若干リングも近い、ようなね、感じだったのでね。で、ラティオスとラティアス、2匹いるじゃないですか。まあ、もちろん色違いが欲しいっていう人はですね、別にどっちもやると思うんですよ。もしくは、自分が持ってない色違いの方をね、基本的に優先的にやるとは思うんですけども、性能の部分ですよね。だけで言うと、ラティオスとラティアスで言うと、ラティオスの方がね、若干強いです。はい。なので、まあ、両方とも欲しいけど、まあ、レイドパスの関係でとかで、どっちかに絞った方がいいなというね、そういう風にお考えの方は、ラティオスの方をやった方がいいと思います。ただ、ドラゴンとして優秀なのは、まあ、その2匹もそうなんですけど、今ね、初開催のレシラム。こいつももちろん優秀なので、むずい。まあ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 、でも、とはいえ、僕はそれでもまだレシラム推しかな。いや、まあ、新しいポケモンっていうのも正直気持ちの中であるけどね。はい。まあまあ、強さっていう部分で、ラティオスとラティアス、この2匹を優先するんだったら僕はラティオスかなというふうに思っておりますが、別にレシラムの方にね、最終日までがっつり、こう、レイドパスを使っちゃうっていうのも、全然ありだと思います。まあ、要は好みかなって思いますね。はい。ということでですね、まあ、ラティアスとラティオス、今日から皆様やっていきましょう。色違いの高校大地ね、僕も欲しいので、ぼちぼちやっていこうと思います。はい、そんな感じですかね。それじゃあ今回これで終わろうと思います。最後ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私はまだ Twitter、Instagram やっております。またゲームチャンネルもね、最近結構更新多めにやっておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。